さあ、100人マリオチャレンジ続きからいきましょうか。かなりのマリオがお亡くなりになってるんですが、さてさて、ステージ2から頑張っていきましょう。またしても異国の民、まともなステージであることを祈るぞ。怖いな。は？これは？これは全自動なのでは？ああ、最初は動かなくていいみたいだけどね。これはどうするか。これ乗り継いでいかなきゃダメなんだな。これむずでも行けなくもなさそうではありますね。これ一番下のギミックも見とかないといけないんだよな。火の玉動いてるからな。うーい、犠牲者がそこそこ。つうか時間自体はそんなに長くないんですね。むしろ短めだから、そういう意味では希望があるような気はしないでもないですね。わー、あー行き過ぎたか。あーあー引っかかったよし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 。よし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 。え？あ、これだけ？ああ、よかった。いや、あれ、あれゴールだったのか。あれ叩いてまた下くぐって何かすんのかと思った。よっしゃー。もうほんと、命がけのステージだったね。くぐれるかどうかだけだったのか。いやー、短くて助かったよ。よし、クリア。いいねは押しません。しんどかったんで。これ動画になったらさ、だいぶ削られてるやつだよ。さあ、アメリカン、よろしくな。スペースアドベンチャー、パート1。パート2、え？スペースアドベンチャー！これシューティング？なんか始まったぞ。弾幕ゲーだ。こう見えても私はね、ニコニコ動画の方では、一つのブームを作った、東方プロジェクトのゲームをね、最後までクリアできなかった男なんで、ご覧のありさまだよ。こういうのは、上ルートがあったってことはね、下ルートがあるかもしんねえ。ないわ。え？あれ？あ、いたいたいた。ただいま。お渡し機っていうのかな？勝手に踏まないで。判定をちゃんとよく見て。これ、画面外からの不意打ちに気をつけろ。あぶね、あぶね、あぶね。気をつけろよ。よし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 。なんか突然別ゲーやらされてる感じがすごい。歯車を抜けて、こいつ追いかけてくるのか。やべえじゃん。すげえ追いかけてきてる。お、ありがてえ、中間だ。よしよしよし。アディオス。さあ次行こう。これ炎なかったらめんどくささ加速するやつでは。ここから突然普通のマリオが始まったんだけど。覚悟の準備はできてないです。飛ぶしかねえ。これ。花ちゃんのような。これ花ちゃんか。いてててて。ワンワンまでいる。あー、かられたー。あそこにハンマーブロスもいるな。さて。ここで、お、フラワーくれるわ。ありがてえ。よし。実はね、前回から若干残機が変わってることに気づいた方はいらっしゃいますか？というのもですね、ジャパニーズのクソ捨てを、つかまされまして、もうひどい目に遭いましたよ。うん。
海外の兄貴はプレイヤーの気持ちをちゃんと考えてくれてるな。やったぜと思ったけど、そうでもないのでは。ああでもさ、このギザギザ線もうゴール近いんじゃない？よし、これどうにかしてうまくくぐれないかな。お、くぐれた。これさえ手に入れたらあとはイージーモードだ。よしよしよし、倒せた。こいつは倒せない。ワンワンが怖えんだよな。おっと、これ下に何かある。よし、降りていいの？信用できねえ。よし、オッケー、信用しなくてよかった。ほんとな、よくこういうの疑いすぎって言われるけどな、このゲームにおいては有効に働くね。うん、苦しい戦いだった。でも言うて結構なペースで進んでるんじゃない。さあ、顔文字があるぞ。え？お！お！ピットキュン！かわいいぜ。でも飛べないんだよね。こういう時は上も疑っていこうぜ。なんもないか。砕ける岩が混ざってたりしない？中間地点まで頑張ろう。あるか知らないけど。は？はってない。怒んなよ。お、優しい。と思ったらそうでもねえ。そこまで行けと。こういうことか。よし、コマンド、ちょっと今の乗り捨ては初めてやった。なるほど、わかりやすくしてくれてんだね、これ。どうする、これどうするんだ。この謎を解かんことには私はこっから出られないわけだ。あ、飛べる？飛べるんだ。おお、オッケー。よし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 、上、どこどこどこ、上？信用していいんだな。おお、よしよしよし。いや、上にトゲがあるんじゃないかと。おいおいおい、私にその戦法は通用するぜ。よし、これこれ、おわ、おお、中間だ、やった。だってこれは、この迷宮を突破しなきゃいけないのか。あん、落ちるぞ。ここに正体現したな。ここまでいい感じのステージやったのに、意地悪を抑えられなかったようだな。初見殺しじゃねえか。まあ、中間地点が目前にあるから落ちるまでは予測できたんだがな。上上上上、オッケー、気をつけろ。一回やらかすやつは何回もやらかすぞ。うわー、惜しい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 。あとちょっとだな、いけるんじゃね。
まあ、ここで強化くれるあたりは優しいと思う。さあ、上連打、上連打。おいおいおい。これ結構な、避けんのしんどいんだよな。おっしゃ。え、奪い取った。上行かないと。え、違うのか。鍵を探してこいと。行ってきます。1アップ。ちょっと待って、死にたくない、死にたくない。アップ、これどうすればいいんだ。あ、積んだ。わからねえ。ここのステージの謎を解かないといけないのか。どうやってあれを砕く。鍵が必要ですね。誰か持ってたっけ。お、お、おお、やった。へえ、洒落たことすんじゃん、私。いや、マリオメーカーに詳しくないとわかんねえじゃん、これ。なんとかなってよかった。そこにある何かには、何かしらの意味が、ちょっと待って、どっちが正解。こっちか。いや、こっちで行こう。あ、気をつけろ。嫌な予感しかしない。え、ちょっと待って。すいません。おー、助かった。危ねえ。いいアクションしてんじゃん。これ、あれ、ちょ、どっちでもいいんですか。何？お、よし、行くぜ。これじゃダメなのか。これ踏めるんじゃないの。踏むんじゃなくて捨てればいいのか。鍵だと。これどうすればいいんだろうな。今まで何かしらの突破方法があったということは、お、これじゃねえのか。何かあるんです。火は踏めないのか。踏めないな。この下に入れないか。入れない。パウが吐き出されてんだよ。かなりの確率で使うよな。パウさえあればあいつを潰せる。パウいるかな。ちょっとわざとやられるか。ここまでもう一回来ればいいだけですからね。はい、あのパウをちゃんと持ってこよう。ここからか。よし、さあ、天の助けを待とうか。よし、来たぞ。パウちょうだい。パウないんだっけ。お、来た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 。パウいらねえんじゃねえかな。これが消せるのか。どうにかならんか、これ。何か。あ、これでパウ押せってことか。あ、上がった。そう、え、ふわー。マジで。上がってきた、上がってきた。おー。
あとはこれをどうやって踏めばいい。怖い。ほら、よし。これ地味な作業すんだな、これ。どういう原理でこれ浮くのかは未だに不可解なんだけど。よし、何でも試してみろってことだな、これ。徐々に難しくなるぞ、これ。だが、いけるぜ。よし。こういうよくわからない作業だけは得意だから。よし、鍵見っけ。よいけた。よし、なんかマリオメーカーここに来ていろいろな知識を授かった気がするね。おお、ありがてよ、ありがてよ。でも騙されねえからな、そこにドクロの歯車がある。どうせ私の命を奪おうとしているんだ、きっとそうだ。気をつけろよ。あれ、あ、やった、やったぜ。なんとかなった。いや、微妙に人を信じられないのが辛いところだね。中間地点置いてくれてるあたり、2個も置いてくれたよ。いい人だよ。間違いねえ。